新宿2丁目ユーマチャンネルタネタです。今日は何するんですか。ユーマに30の質問。ユーマさんってスタッフにやってるじゃないですか。よくやってた。あれユーマさんにやってなかったんで。え、木川さんやってないっけ。ユーマさんのことだから誰も何も知らないですね。っていうか誰か聞いてこいよ。私ばっかり聞いて、あなたもよ。なんで、やってないかも。コメントでなかったんですよ、ユーマさんに30の質問してくださいって人が。じゃあ聞きたくないんじゃない。やる必要ある。けどちょっとやってみたいかも。やったことない。うん、なんかいろいろ聞かれるやつでしょ。いろいろ聞かれるやつ。もう答える答える。なんでも答えちゃうよ。ではじゃあ10問おきにちょっと区切って話していきますか。あ、わかりました。お願いします。ドキドキする。何お願いします。一つ目、はい、あなたの本名は。いきなり。私ユーマ、本名奥村和弘と申します。それだよね。何よ急に本名。誕生日は。私、1900ちょめちょめ年8月17日です。はい、はい、では似ている芸能人は。似ているとよく言われる芸能人。似ているっていう芸能人、今最近あんまりですけど、以前はちょっとごめん手前味噌になるよ、大沢たかおさん、上地雄介くんと一番言われるのはデス&トモさんです。何だろう。何これ、30の質問ってこんなのだった。もっとゆっくりなんか。何。はい、今ハマっているテレビ番組は。今ハマっているテレビ番組は、うん、テレビ東京系列でオンエアされております。30歳まで童貞だったら魔法使いになれるらしい、チェリー魔法でございます。はい、カラオケのお箱は。カラオケのお箱は、赤井康介さんの花とか好きです。ほう、はい、いや最近ハマってアーティスト。アーティストは最近ハマってってるアーティスト、けど朝起きて聞くのはサザンです。もしも、今100万円ポンって渡されたら何に使う。100万円ポンって渡されたら、100万円ポン難しい。100万円ポンってやったら、はした金ですか。ユーマさんにとって100万ははした金ですか。誰がはした金よ。めちゃめちゃすごいやないの。100万円だったら、お母ちゃんと旅行行くために、海外行ったことないですけど、お母ちゃん、いつか行けるようになった時のために貯金しときます。うん、はい。で、今一番行きたい場所は。場所は沖縄。動物に例えるとあなたは何ですか。なんだろう、モルモットじゃねえぞ。失笑するやめてくれる。最近良かった映画は。最近良かった映画、やっぱりミッドナイトスワン、そしてキュートはチーズの夢を見る。はい、はい、あ、10個まで行きました。はい、おう、あれなんですか、カラオケのってどういう、どの曲ですか。あ、花。花。花は、あの、沖縄の、花は流れて、どこどこ行くのとかもあるんですけど、それじゃないんですよ。で、沖縄、オレンジレンジの花びらのも花ですけど、沖縄って花って作るタイトルすごく多くて、あの、その人は当たり康介さんという方は奄美大島の鹿児島県の人なんですけど、奄美を歌われてはじめちとつさんとか同じような奄美の民謡大会での出身の人なんですけど、花のように花のようにただそこに咲くだけ美しくあれっていうやつ。カラオケお箱なんですか。お箱好きなの、よく歌う。まあ、沖縄が好きっていうのもあるかもしれないけど、そうなんです。サザン何が好きなんですか。サザンはもう昔の曲からほとんど大好き。一人でもコンサート行くぐらい好きです。え、私は。あれ見れなかったんですか、無観客配信。あの、見ましたよ。え、あ、見たんですか。あの、全部が全部配信なんですけど、あの NHK でそういうドキュメントやってたんですよ。その配信ライブ作るまでみたいなとか、あとライブ映像もちょっと、あの、オンエアされてまして、すっごくよかった。自粛中パワーもらった。いいですね。サザンってすごいよね。いつ聞いても幅広い年代でさ、当時いろいろ思い出すし、当時聞いてた。え、世代ですか、完全に。いや、けど全然もうかぶってますよね、中学から高校とかでも。勝手にシンドバッドでバンって出た時は知らないんですか。知らないです。だからあれが、私が生まれ
る時ぐらいじゃん。木村屋ぐらいがだって衝撃だったって言ってますから。やっぱそうでしょ。でそれくらいは行ってないってことですか、じゃあ年齢は。何歳や思てんの私。やめや。50は行ってないんですか。行ってへんわ。50いってると思うもん。全然言わないからこういうことになるんですよ。もう悲しい悲しい拳銃パンパンパン。全然言わないからそういうことになる。何回も言うよ。もう次行って。あ、100万円だ。あ、100万円。お母さん。そうそうそう。仲いいですよね。いや、お母ちゃん2人家族なんですけど、うん、でずっと大阪出身で大阪に母を置いてて、うん、で2年前ぐらいに上京してきてですね、うん、離れてたのにね、ちょっと最近はいろいろ旅行に行ったりとかしようかなと思って、うん、またこんな時期やからちょっとストップしてますけど、自粛明けて一回も海外に行ったことないから、うん、ちょっと海外旅行に連れて行ってあげたいなと。どこ行きたいですか。いやだから近場、私も怖いから海外だから船で回れるクルーズツアーとかあるやん、あの韓国プサン行ったりとか九州とか。そしたらもう船乗ってればいいし。そうそうそう、楽やん。あれってなんか1日とか降りれるみたいな。そう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 、ね、3、4日のコース5、6日1週間とかツアーでな、こう日本こう回って行ってとか、うん、でちょっとこう韓国台湾とか寄るとかぐらいの方がいいかなと。楽しそう。ではじゃあ行けますか。行けます。はい。好きなブランドは。好きなブランド、そんなん聞くの。だけど無印良品かな。庶民的でしょ。家ほとんど無印良品だから。いやそうだしす、ね、家具とか全然いつかロケ来ていいよ。大した家じゃないけど。昔は絶対来ないよねって感じだった。そうそうそう、今は全然。やっぱ無印は人を変えるんですね。なんてことない。好きですね。はい。では、初恋はいつですか。初恋は、中学2年生ぐらいの時ですね。はい。じゃあ、初恋の人の名前は。名前は、男の子で、ゆうまくんで今。ちょっと後でこの辺をもう一回後で聞きますけど。最近読んだ本は。本は最近はあのテレビでエグザイルの淳さんがおすすめしてたんですけど、はいはいはい、自粛中何か読もうと思って、淳さんもいろいろこう喉の病気とか、まあ、ちょっとお仕事とかいろいろ考えられた時に助けられたっていう仏教の本なんですけど、生きるということみたいなですね。学生時代にやった部活は気になるな。部活はこれがまたな、中学校の時とかは4つ入ってたの、クラブを、陸上を、バレーボール、卓球、そして最後バスケットボール。なんかいっぱいこうお声がかかったというか、来て来てみたいな。だからなんか卒業アルバムとかも結構いろんなクラブで写ってるの。へえ。私より次。何やそれ。次行きますね。はい。10年後どうなっていたい。10年後は、好きな男性とのんびり暮らしたい。もう南の島、まだ10年やったらまだおるかな、東京に。沖縄と半々の生活をしたいです。好きな漫画は。漫画は昨日何食べた。はい、大好きです。子供の頃の夢は。子供の頃の夢、学童の先生。休日は何してますか。休日は寝てます。もうやだ、面白くない。本気で面白くない。はい。何か得意なモノマネがあれば。モノマネ、じゃあもう一回ちさ子さん。ちょっとマイクこれ入れるわ。それでは森高千里さんで渡良瀬橋。ここに住みたいと言った。うちのご飯。はい、では10個、20個いきます。やばい、10個目だった。はい。では初恋の人の名前は。あ、ゆうまくん。
あの中学校の時にクラスメートでいて、はい、そのゆうまくんは女性のことが好きだっていうのが分かってもショックで、まあ、この人とは一緒になれないんだと。ゆうまさんはどっちか分かんないみたいな。そうそう、まだね、うん、私も女の子が男なんだけど、まあ、その子がかっこいいと思って好きだっていう気持ちちょっと湧いてきたと、うん、なんか初恋かなと思ってるんですけど、はあ、この子とは恋が叶わないんだなって思って、うん、じゃあそれだったらもう一層のことをもうゆうまくんを自分の中に入れてしまおうってなって、一緒になれないんだったらもう入れようと思って、うん、名前をゆうまにみたいなね、取り込んだんですね。そうなの、怪談話みたいなの怖いでしょいつも一緒だよそうそう、いつも一緒だよ、ゆうま一緒だよ、今も一緒だよ怖いわ。で、部活やりちんだった。そう、部活やりちんじゃないわよなんか人がいないとか言ったら、うん、でなんか当時がうわーっていう人間だったんで、来てよ来てよってか、なんもできへんよ、それぞれの競技は、うん、みんな中途半端やけど、もうムードメーカーみたいな、たぶんへぇ、いやー、ちょっと来てくれば、みたいな、違うクラブ行ってみたいなやってた、うん、すごっ全然人気者だったんですね。いやいや、物には出ないけど、一つも、はい。で、子供の子の夢、学童の先生、いやこれ別にあれなんですけど、私もちょっとこうなんちゅうの、まあそういったこう寮みたいな施設みたいなとこにいた時期があったんですよ。でだからそこの先生がすごくよくやってくれてて、あ、こんな人に将来なりたいなと思ったのがあった。そうそうそう、ありましたね。休日は寝てる、うん、もう死んだように寝てます。もうけどずっと一人で寝て、あのもう誰が一緒に寝てぴょぴょぴょ、やば、誰が一緒に寝るんですか。ぴょぴょ一緒に寝てぴょ、いやいや、ゆうまくんがやばい、取り込んだゆうまくんがやばい人じゃん暴走してんじゃないですかやってほしい。ではラスト10問いきましょう。ほう、好きなタイプは。好きなタイプは、なんだろう、笑った時にこう目がしっとなくなるような笑顔のいい人が大好きです。では、なんで笑うのよ。初キスは。初キスは、あなたのために撮ってる。はい、はい、好きな言葉。好きな言葉、案ずるより産むが易し。自分の好きなところは。自分の好きなとこ。うん。もうハムスターみたいな顔で。ボケないですか。もうこんな質問恥ずかしいもん逆に。ハムスターみたいじゃないですか。やだ。とっとこもっこりハム太郎。ハムスターじゃないんですか。ハムスターじゃないの。嘘つかないでください。あ、わかりました。自然と。楽しいことに変換できる力がある。あ、ポジティブなことで、ね、それはあるかもしれない。はい、じゃあ透明人間になったら何かしたい。マジいいの。もう何してもいいですよ。中尾明慶くんの寝てるとこ横にベッド入るマジで。あなたのポジションは。ポジションスーパーリバです。今日世界が滅びるとしたら何でした。世界が滅びるとしたら、世界が滅びようとしたら、世界を救うお願いします。最近怒ったこと。怒りってこと。怒り、なんもないかな、本当。ない。お、すごい。あんま怒らない。いや、パニックハウスの従業員を一言で表すな。スタッフさんを、はい、まあ一ずるってのは難しいかもしれない。私的にでいいの、うん、家族かなラスト。え、まだあるの。はい、30問目、うん、はい。 YouTube の今後の目標は。 YouTube の今後の目標、うん、登録者数1万人いきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと最後の順番はうるさい感じはあれですやめや。好きなタイプはこう顔がくしゃみみたいな感じ、はい、そうね、可愛い笑顔の人が大好きです。最近いました、そういう人出会いました。あの、いやけどなんかお客様とかで YouTube 見てきてくれる男性芸能人も多いので、うん、いや、いいなっていうかたくさんいますよ。マジでイケメンだなとか爽やかだなこの方っていうのがありますね。心ときめかせていただいております。透明人間になったら
あ、中尾明慶君大好きだから私。今でも一番なんですね。一番好き。やばい。リーサがいますよ。もうリーサになりたいの。本当に。もう YouTube 呼んでくれないかな、お二人の。本当に出たい。あれって二人のでしたっけ？いや、それぞれなんだけど。あ、それぞれある、うん。だから家に呼んでくれそうじゃん。あの黄色の家に行きたいの。本当に。あとポジションはスーパーリバです。スーパーリバ、うん。何でもする。合わせちゃう。皆さんのためなら、うん、もうガンガンやっちゃうし、ガンガンやっちゃう。パニックハウスのメンバー一言言うと家族。ああ、まあそうかもしれない。まあだってずっと彼氏はいないけど、本当にあのスタッフさんとかも長年ね、結構ずっと勤めてくださってる方多いから、そう思うともう週何回とか顔合わせじゃん。家族みたいなもんじゃないですか。と言いますもんね、うん、そうなんだよね。で、ラストが YouTube 今後目標は1万人。うん、行きたい。そうですね、行きたいですね。もう一息、いや、調子の高いよ、ゆっくりですけど行きたいなと思います。はい、では30問。おお、楽しかった。確かに意外と知らないことありましたね。ね、初めて聞かれたこといっぱいあったし、はい、楽しかったです。はい、はい、ということでございまして、今回初めてご覧になっていただいた方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、いいねボタン、そしてよかったらチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。ありがとうございました。それぞれ。